リチャードソン、仲良う吉郎。私がリチャードソン先生の実験室で働いたのは、1928年の4月から、丸1年間に過ぎなかったので、決して先生をよく理解したとは言えないであろう。しかし、わずか1年の間にリチャードソン先生をその代表と見るべき、 英国の学者の一つの方から受けた印象はかなり強いものである。それは結局のところ生活と研究とが完全に一致しているということである。そして英国という国の雰囲気はそのような人のそのような生活を許容しておくことができるということであった。リチャードソン先生は私の留学の頃よりもだいぶ前から 英国王立学会の研究教授として、ロンドンのキングスカレッジで研究実験の指導をしておられ、今も引き続いてその地位にあるのである。この教授というのは、野郎リサーチプロフェッサーというので、講義は全然なく、日本で言えば大学院にあたる学生たちと、若い講師や助手らの職員と、外国からの留学生等の 研究実験の指導だけが仕事であったようである。その頃の研究の題目は、分子スペクトルと、超波長 X 線と、前からの仕事でノーベル賞受賞の研究となった熱電子の仕事の続きとが主なものであった。そして、その下で働いていた学生や助手たちは、9人くらいであったかと思う。 そこで私が何よりも一番に驚いたことは、リチャードソン先生は、普通一週一回、金曜日に、しかも午後二、三時間くらいしか、学校へ出てこないということであった。そして、その一週一回の登校の場合でも、大抵は自分の部屋にいるので、実験室へ顔を出すということは、極めて稀であった。何でも、 午後4時頃までには家へ帰ってお茶に間に合わさなければならぬので、稀に実験室へ顔を出しても非常に急いでいて、何か一言二言喋ってさっさと引き上げてしまうのであった。同じ部屋にいたインドの留学生でラマン教授のお弟子が、そらまた、プロフェッサーがキャナイヘルプユーインワンミニットと言いに来たぞ。 と言って笑ったものであった。それでも私たちはまだ一月に一度くらいは会えたものだったが、別の部屋にいたアメリカのある大学の助教授の人などは、君たちはまだいい方だぞ。僕は最後にプロフェッサーを見てからすでに8ヶ月になるという始末であった。もっともこれは英国流のユーモアを入れた話ではあろうが、 まず大体いいその調子と思えば間違いなかったそれで実験室でのいろいろの細かい技術上の指導というものは結局助手たちがお互いにやるのであったしかし世界中から集まった若い連中が持ち寄ったいろいろの小さい知識がだんだん集積して一つの伝統となってこの実験室に残っているので少し 教室の空気になれると、誰でも一人でどんどん実験が進められるようになっていった。それにこの実験室には、R 君という大学で出ない古い助手が一人いて、その男がこの古くからの知識の集積を司り、一方、プロフェッサーとの間の連絡を務めていた。なかなかのガッチリ屋で、みんなにあまり好かれていなかったが、 とにかく、用は完全に便じていた。この R 君は、毎日夕方、その日に来た手紙や別刷りなどをまとめては、先生の家に届けることになっていた。それで、プロフェッサーに用事があるときは、R 君に伝言を頼めば、すぐに用が達せられるのであった。仕事が一段落になると、その良しを R 君が、プロフェッサーに伝える。 そうすると、何日、何時ごろ、家へ来いという手紙が来るのが普通であった。大抵の場合は、ちょうど、お茶の時間に間に合うようになっていた。英国での生活の経験がある人は、誰でも一度は驚くのであるが、この、お茶というのは、ロンドン人には、毎日絶対に必要な行事なのである。私は、ある夕食の時、宿の夫人から、 今日のお茶はどこだったかと聞かれたことがあった。夫人というのは私は非常に運が良く、ロンドンでも中流以上の家に置いてもらったのであった。その日私はちょうど実験が途中切れなかったもので、お茶どころの騒ぎでなかったので、その良しを答えた。ところが夫人は世にも驚いた表情をして。まあ、お茶も飲まずに研究をしていたって、 日本がゲッッティングアップするののも無理はなないといとう始末なのであった。日本だったら1週間くらい徹夜して実験をしたくらいに思ったようであった天気のいい日など散歩がてらに少し早めにブラブラ出かけていくとよく裏庭の芝生へ通されたものであったプロフェッサーは芝刈りの猛ーを横に転がしておいて乾板椅子に寄りながら パイプを加えて日に当たっているようなことが多かった。仕事のことを離れた静かな話をしばらくしているうちにお茶の用意ができたと言って夫人が迎えに来られる。この夫人は恐ろしく太った大きい人で大変愛嬌がよく話好きであった。何でもプロフェッサーも夫人の前では頭が上がらぬらしいと 教室の小三連中の噂であった。もっとも英国ではどの家庭でも多少はその傾向があるので、特に述べ立てるほどのことはないのかもしれない。お茶の席には子供さんたちも集まり、なかなかごちそうがあった。そして話は例によって、日本には何々があるかというふうなことに落ち着くのであった。日本では 一夫多妻が許されているかという夫人の答えに、いいえ、許されていません。しかし、悪い金持ちなんかどうか知りません。というと、プロフェッサーがそれを引き取って、金持ちはどこだってそうだよ、という調子であった。随分ゆっくりしたこのお茶が済むと、初めて書斎に通される。プロフェッサーの家には、 土蔵のような感じの大きい離れがあって、確か二階廊下下で繋がっていたように覚えている。その離れの二階が書斎というよりむしろ仕事場になっていて、がらんとした広い部屋の真ん中にいくつもタクが寄せ集めてあって、その上にはまた雑誌だの書きかけのフルスカップなどが思い切って乱雑に山のように積み重なっていた。 その間で粗末な椅子に向き合って座りながらいろいろ次の実験の指図を聞くのであった部屋全体が薄暗く屋根裏のようになんとなく埃っぽい感じであったその頃のリチャードソンは実験の方よりもむしろ理論の方に力を注いでいたようでその頃新しく勃興してきた量子力学の計算などにも 力を入れていたたようであったこういう部屋に閉じこもって熱電子の理論にふけるような生活もずいぶん静かなものであろうと思われたノーベル賞の仕事たる有名な熱電子のリチャードソンの方式の基礎的研究はプロフェッサーがアメリカのプリンストン大学の物理の教授として赴任していた間にできたもののように思われるそして 1914年、英国へ帰って、ロンドンのキングスカレッジで、ホイートストン教授の地位についてから後に、前の研究の熱力学的理論付けをして、ついにその仕事を完成したのであった。この地位には、1924年までいて、王立学会の研究教授となったのである。この熱電子の研究は、 理論的にもかなり重要なものであり、応用の方面から言っても、近似の真空間の発達の基礎をなすもので、その価値は非常に大きい。しかし、この仕事を順を追ってみると、その発展の経路の中には、全く飛び離れた天才的の飛躍は入っていないように見える。むしろ、根気強く、着実に、かつ、実践的に進んでいった仕事である。 このように見ることは決してリチャードソンの能力と仕事等を低く見積もることにはならぬと自分には思われる。むしろプラクチカルという英国人の最優の特質が物理の研究の領域に入ってきた時にこのリチャードソンのような仕事になるのではないかと思われるのである。仕事場の机の上が乱雑であるということは決して リチャードソン先生の研究生活が奔放であるという意味ではない。自身の仕事はもちろん文科生の研究でも少し目鼻がついてくると必ずきちんとまとめて発表させるような態度であった。それで教室から出る仕事の数は非常に多いのである。それらの論文は全部たくさんの別釣りをとってその都度 必ず文字通りに世界中の著名な学者のところへ全部送り出されるのである。もちろんそのような仕事は助手の R 君がするのであって、プロフェッサーは預からぬのであるが、その組織をちゃんと作り実行を怠らぬところにプラクチカルなリチャードソンの性格を見ることができるのである。たくさんの数の論文の中には、 第一義的の重要さを持たぬ者も根もずるのはやむを得ないが、そのようなことに神経はあまり使わないように見えた。5年か10年に一つずつくらい非常に優れた研究だけを発表して、身を清く保つような流儀の学者ももちろん英国にはあるが、それとリチャードソンの場合とを比較してみると、それは優劣の問題ではなく、 研究者の骨格の問題である。なんだか自分には不正出の天才を待たなくてもノーベル賞を勝ち得られるということを示されたような気がするのである。ある意味においてはその方がさらに偉大な行のようにも思えるのである。リチャードソン先生は1928年度の賞を得られたのであるが、 発表は1929年の夏であった。私はちょうどその年の春、ロンドンを去ってパリで暮らしていた。キングスカレッジの地下室に泊まっていたインドの友人たちから手紙でお祝いのご馳走があったよしを伝えてきた。ご馳走を食べられなかったのは残念であったが、自分はわずか1年の短い間ではあったが、 かなり深く先生の研究と生活等を見ることのできたことを幸福だったと思っている。先生は1879年4月の生まれであるから今年は58歳のはずである。頭は大分前からすっかりはげ上がってしまっていたが、まだなかなか元気で今も盛んに仕事を続けておられる。 昭和11年11月、科学知識。